谷崎潤一郎役源氏物語その第59回葵続きから。祭りの当日は大井殿ではご見物なされませぬ。大将の君はかの三車の所争いの件を申し上げるものがありましたので、大層気の毒な困ったことだとお思いになりまして、惜しいことにあのように重々しく落ち着いていらっしゃるお人が何かにつけて優しみが乏しくて、気の強いところがおありになるあまりに自分ではそういうおつもりもなく、そんな具合になったのであろう。一体ああいう間柄はお互いに思いやりがあるべきものなのに、そこへ考え及ばれないご気風を受けて、下々にいる不心得な者どもがさせたのであろう。見やすどころは心意気の奥ゆかしい品のよい人柄でいらっしゃる者を、どんなにくさくさなされたであろうと愛おしくて尋ねておあげになるのでしたが、西宮がまだ六条の御殿においてになる間は、榊に対してもはばかりがあるというのを口実に、心安くも対面なされませぬ。それも道理とは大思いになりながら、なんとしたことだ、こんな具合にお互いに角立たないようにしてくださればよいのに、とつい愚痴をおこぼしになります。今日は二条の院の方へ逃げていらして、祭り見物にお出かけになります。西の隊へお渡りになって、これ密に車の用意をお命じになります。女房たちは出かけますか?と、目のわらわたちに冗談をおっしゃりながら、姫君の大層美しげに着飾っていらっしゃいますのを、微笑みつつ見ておいでになります。さあ、あなたはいらっしゃい。一緒に見物しましょう。と仰せになって、いつもよりも清らかに見える、おぐしをかきなでたもうて、久しく貧そぎもなさらないようですが、今日は日が良いでしょうから、と暦の博士をお召しになって、時のよしあしを問わせなどなさる間に、まず女房がお出かけなさい、と仰せになって、目のわらわたちがきれいな装いをしているのをご覧になります。大層愛らしげな髪の裾をいずれも華やかに切り揃えましたのが、浮紋の上の袴にかかっている具合がくっきりと鮮やかに見えます。姫君のおぐしは私がそごう、と仰せになって、これは鬱陶しいほどたくさんのおぐしですね。今にどんなに伸びることやら、とそぎにくそうにしていらっしゃいます。髪の非常に長い人でも、額の生え際のところはいくらか短いものですのに、少しも遅れ毛がないというのはあまり風情がなさすぎましょう、と仰せになって、そぎ終わってから千尋と祝ってお上げになりますのを、小納言はしみじみとかたじけなくお眺め申し上げます。はかりなき千尋の底の見る草の追いゆく末は我のみぞ民、と仰せになりますと、千尋ともいかでか知らん定めなく、満ち昼潮ののどけからぬに、と物に書きつけていらっしゃる様子は器用そうでありながら子供っぽく面白いところがありますのを、かわいらしいと思いになります。今日も物見の車が隙間もなく立て込んでいるのでした。馬場の音どのあたりに立とうと、まごまごしながら、神立ち目の車どもが群がっていて、騒々しいあたりであるわいと、ためらっていらっしゃいますと、相当な女車の大層大勢乗りこぼれていますのから、扇を差し出して、お供の人を招き寄せて、ここへお立ちになりませんか?場所をお譲り申しますが、と聞こえ上げるのでした。どういう物好きな女であろうかとお思いになりながら、位置も
なるほど、格好なあたりですから、その方へ御車を引き寄せさせたもうて、どうしてこんな良い場所をお取りになったのかと羨ましいものですから、と仰せになりますと、洒落た扇の端を折りまして、儚しや人のかざせる葵ゆえ、神の許しの今日を待ちける、締めのうちには、とある手をご覧になりますと、あの玄の内志の助なのでした。呆れたことだ、いつまで若がっているのだろうと、憎らしさにわざとそっけなく、かざしける、心ぞ、あだに思うゆる、あそうじ人になべてあおいを。女は恥ずかしく存じ上げるのでした。悔しくも、かざしけるかな、なのみして、人頼めなる草葉ばかりを、と聞こえます。どなたやらと相乗りをして、すだれをさえお上げになりませぬのを、妬ましく思う人々が多いのです。この間は意義を正してお通りになったが、今日はお気楽な見物にお出ましなのだ。誰かしら、一緒に乗っているのは相当の人に違いあるまい。と、当てついるような取り沙汰をします。君は相手に違いのないものと、歌のやりとりをしたことよと物足りなくお思いになるのでしたが、さればといってあの内子のように厚かましくない人はどなたか同社していらっしゃっては遠慮がありますので、ちょっとしたお返事を気安く申し上げるのも決まりを悪がることでしょう。見やすどころはさまざまな御物思いの種がこの頃はまた前よりもしげくなりました。君を連れないお方であると諦めていらっしゃいましても、もうこれ限りと振り切ってお下りになりますのは、大層心細くもありましょうし、世間に聞こえても物笑いになるであろうとお思いになります。さりとて都に居残ろうという決心をなさいますには、多くの人にこんな具合に、この上もなく侮られそうなのが気になりますし、釣りする天の受けなれやと、お気伏しにつけて暗示過ごされるせいでしょうか。御心地も上の空のようにおなりなされて、病人のようにしていらっしゃいます。大将殿はお下りになりますことを、とんでもない間違ったことです、などと、乙女申しもなさらないで、数ならぬ身を、見るのもお嫌でお捨てになりますのも当たり前だと存じますが、今となってはやはり不甲斐ない男であっても、このまま添い遂げてくださいますのが、浅からぬお心というものでございましょうか。と持って回ったふうに仰せられますので、どうしてよいやらとお迷いなされるお胸の内が慰むこともあろうかと、お出ましになりましたみそぎの日に、ああいう恥ずかしめをお受けなされましてからは、ひとしお何事も快く思い込んでおしまいになるのでした。大井殿では、御もののけのご様子でひどくお苦しみなされますのを、誰も誰も心痛していらっしゃいますので、君も当分お忍び歩きなどは具合が悪く、以上の院へも時たまにしかお越しになりませぬ。何と言ってもご身分の上からは、どなたよりも大切に思っていらっしゃいますお方のおめでたいことまで取り添えたご病気ですから、大層ご心配になって、ミスホやなんやかやとご自分のお部屋でいろいろおさせになります。もののけ生き霊などというものがたくさん出てきまして、さまざまの名乗りをします中に、よりましにはどうしても乗り移らず、ただご病人の御身にじっと取り付いているらしくて、別にものすごくお責め申すのでもありませぬが、片時もお体を離れずにいるのが一つあります。優れた賢者どもの法力にも重複されず、執念深くくっついています様子が、並大抵のものではないと思えるのでした。大将の君のお通いになる先々を、あれかこれかとお考え出しになって、あの見やすどころと二条の院の君などこそ、並々ならぬおぼしめしのお方であるらしいから、
恨みの心も深いであろうと囁いたりしまして、占わせなどなさいますけれども、これとはっきり占い当てることもありませぬ。他にもののけといったところで取り立てて深い敵と申すほどのものもありませぬ。亡くなった目のとのような人の霊や、またはご先祖の自分からたたり続ける怨霊のこういう弱めにつけ込んで出てきますのなどが、別に主だったものもなく、折々ちらちらと現れます。病人はたださめざめと声を上げてお泣きなされて、時々は胸をせき上げつつ、さもこらえがたそうにおもだえになりますので、どのようにおなりなさることかと、恐ろしくも悲しくも感じられて、どなたも狼狽なさるのでした。院からもしきりにお見舞いがありまして、ご祈祷のことまでお指図を賜るかたじけなさにつけましても、ひとしお惜しまれる人の御身の上なのです。世の中がこぞって御前会をお祈り申していることをお聞きになるにつけても、安どころはお心が平らかでないのです。谷崎潤一郎役、源氏物語、その第59回、青い途中まで、2021年4月21日。